エムバペ加入の最強銀河系軍団に早速緊急事態発生してしまう。ジュード・ベリンガムは、ユーロで肩の痛みが改善しない場合は手術を受ける可能性がある。そうなれば、プレシーズンとリーグ戦の開幕を欠場することになる。ベリンガムはシーズン終盤、肩の故障によりひどい痛みを抱えながらプレイした。ソースレイザー。これユーロは出場するんだよね。ユーロ始まるのにちょっとこれは不安。悪化しなければいいけど、とりあえず無理だけはしないでくれ。まあイングランドのメンツ考えるとそれでも勝てそうではあるけど。たくそうな体してるしイケメンだから大丈夫だろ。プレシーズンでデュエルがアピールする機会増えるの嬉しい。マドリー加入1年目から過酷な日程こなしてるわけだしな。それでもよくやったわマジで。長期離脱とかじゃなさそうで一安心。なんならユーロ前に手術してほしいくらい。負傷していながらあのクオリティならバロンドールに値する。その方の痛みの原因は指側だと私は思っています。